しまいました。本に傷はついてないですね。よかったです。早く拾わないと。何やってんだよ神竜様。片付けを頼まれて手伝っていたんですが、途中で。盛大に転げたってか。こんないっぺんに運ぼうとしたらバランスも崩す。片付け手伝うぜ。手分けすりゃすぐに終わるだろう。ありがとうございますグレゴリー。二人で一緒にあと三往復ぐらいすれば終わると思いますので。大掃除でもしてんのか。神竜なのになんでこんなことしてんだよ。こういうのはなんていうか、うまく仲間に任せりゃいいんじゃねえのか。そんなことできませんよ。私にできることがあれば何だって手伝いたいと思っていますから。ほう、本の積み直し、よし、これなら今度は崩れませんね。お人よしなことで、この先本当に大丈夫なのか。グレゴリー、何か言いましたか。いや、何にも。出かける前は明るかったのに、すっかり暗くなっちまった。今日はなかなかの大冒険だったな、神竜様。まさか買い出しに出かけてこんなことになるとは思いませんでした。迷子の子供を見つけたと思ったら、その子供は迷子の猫を探してて。猫探しを引き受けたと思ったら、今度は俺たちが森の中で迷子を。すみません、まさかあの森があそこまで深いとは。まあ小さな森が見た目より入り組んでるってのはよくある話だな。猫も奥の方で隠れてたし。生き延びるために遠くへ遠くへ逃げ回るってのも、猫の習性を考えたらありうる話だ。でも最後には子供もその親御さんもみんなが笑顔になってよかったです。夜遅くまで付き合ってくれてありがとうございましたグレゴリー。礼なんていいさ。たく逃げりゃいいのに、厄介ごとに巻き込まれていきやがって。放っておけるわけねえだろ。グレゴリー、なんでもねえよ。それよりさっさと寝ちまった方がいいぜ。明日あんたを心配してた奴らからのお説教が待ってるだろう。覚悟してから寝たいと思います。
すみなさい、グレゴリー。このお礼はまた後日。期待せずに待っておくよ。自分を顧みず他人のために尽くして笑うか。向こうの世界のあの人と一緒じゃねえか。はあ、警戒してたこっちがバカだったな。悪かった、神獣様。え、どうしたんですか？私、グレゴリーに何もされていませんが。正直に告白する。俺は今まであんたのことをずっと警戒してた。本当に味方足りえるやつなのかってな。そうだったんですか。こっちの世界に誘ってくれたのは嬉しかったが、よく考えたらあんたの利は少ない。なのにためらいなく手を伸ばしてきたあんたを信頼していいのか確信を持てなかったんだ。もし裏切られでもしたらと考えると、どうしても信頼ができなかった。できなかったということは今は。はあ、神竜様と一緒に戦ってきてそんなことはしないと理解も納得もできた。あんたはあの世界の神竜様とは違う。でもあの人みたいに。自分のより他人のを考えるくらい優しくて、厄介ごとにすぐ巻き込まれるお人よしだ。いつも裏表なくまっすぐに未来を見てる。そんな人が俺たちを裏切るわけねえだろ。はい、絶対に裏切りません。こんな話を聞かせたこと自体悪いと思ってる。今まで信用してなかったってことだからな。けじめとして一発、いや二発でも三発でも好きなだけ殴ってくれ。そんなことできませんよ。グレゴリーは痛いの嫌いでしょ。それに警戒をするのは当然のこと。あなたの警戒は仲間を思う優しさの証ですから。でもな、それでも納得できないというなら、えい。もうって死体を弾いただけか。これでけじめということで、この話はこれで終わりです。ああこういう可愛い痛みなら悪くね。ありがとな、神竜様。これからは今まで以上に全力であんたの力になるぜ。グレゴリー、どうしましたか？今日も神竜様が無事に帰ってきてくれて本当によかった。俺はおかしいんだ。この前からずっとあんたが死にやしないか気にかけてる。
それは私が危なっかしいからですね。違う、そういう話じゃなくて、今から少し要領を得ない話をするぞ。俺はあんたが蛇竜の血族だって聞いて合点が言ったんだ。あの世界で最初に会った時、強烈に感じた違和感の正体はこれかって。私が蛇竜の血族だと知って恐ろしいと思いましたか？それも違う、よかったと思った。よかった？俺たちの神竜様とあんたが同じじゃなくてよかったって思ったんだ。中身があの人と同じなら信用には値する。でも同じならまた俺たちを置いて死んじまう気がして、俺はそれが怖かった。違うなら安心だ、それで終わりだ。なのにずっと心配してる。この気持ちはなんだって。グレゴリー。俺は恥ずかしながらセレスティアたちの言ってた恋ってのはよくわからねえ。でも誰かを強烈に大切に思う気持ちを言うのなら、これがそうなのかもしれない。なあ、俺はあんたを一番近くで守りたい。神竜様のパートナーってのは俺じゃダメなのか？詰まるところを話したいのはこれだけだ。ダメならそう言ってくれ。ダメではありませんよ。グレゴリーの気持ちすごく嬉しいです。あなたが望むのならパートナーとしてこの約束の指輪を贈ります。竜様いつか私から言おうと思っていたのに、あなたが大切な人だって。グレゴリー、怖がりのあなたを安心させるほど私は強くなりたいです。一緒に。ああ、一緒に強くなろう。神竜様、拒絶されたらと思って怖かったが、逃げなくてよかった。俺にはちょっと大それたもんだけど。これだけは誰にも譲りたくねえよ。俺と神竜様の絆の証だからな。この痛いほどの気持ちは悪くねえな。あんたと一緒なら俺は何があっても怖くないぜ。